去年12月の衆議院選挙で当選した国会議員の資産報告書が公開されましたトップは自民党の鳩山国を元総務大臣で総額30億6520万円に上りました公開された資産報告書によりますとすべての衆議院議員の資産総額の平均は3463万円で おととし5月の公開時と比べて233万円増加しましたトップは前回に続き自民党の鳩山邦夫元総務大臣で30億6520万円でした相続などで前回から10億円余り増加し第2位の自民党議員を20億円以上上回りました1億円以上の資産がある議員は21人で前回の26人から減りました また、資産ゼロの議員は75人と前回の60人から増えています。安倍総理大臣は1億529万円で21位でした。土地や預金、ゴルフ会員権などを所有しています。